最初はすごく緊張したんですけど、まあ、時間が経つにつれて本当にいい練習ができたなと思いました。まあ、まだ入って間もない頃なんですけど、まあ、一日でも早く、勝利に貢献できるように精一杯頑張るので、応援よろしくお願いします。